テンプラ満載で、義実家に行けば、あれをやれこれをやれと用事を言いつけ、完璧にやっても、チクチク嫌味を言うとめ。最近、旦那が閉めておとなしかったのだが、なぜか、その間に、変な占いに凝り始め、おかんアートもどきな人形を玄関に飾れやら、トイレには、この水晶を置けば悪霊退散できるなどと、いろいろ押し付けて。とめ曰く、実家を大事にしない悪霊が私たちについてるらしい。義実家を大事に。がうるさいので、旦那とドキュン返しを実行してやった。ある日、懲りないとめが、義実家の掃除と昼飯作れ。と電話が来たので、旦那と素直に行き、掃除も、とめの言う通りにし、何か言われるたび米つきばった。旦那にも、嫁子は掃除が下手だとか、暴言を吐き出し、あげく、調子に乗ったとめが、あてくしのあげた占い道具の効果ね。と言ったところで、行王を、といきなり叫び、びっくりするほどユートピア、びっくりするほどユートピア、と言いながら、リズムに合わせて、尻の横あたりをパンパン叩きつつ、江戸晴美の顔で、とめを追いかけ回してみた。旦那も、計画通り、一緒にユートピアをやって、ヒーヒー言ってるとめを追いかけ、トイレに逃げ込んだところで、しばらく、周りでユートピアをやって帰ってきた。すごくすっきりしてる。グッジョブ、ありがとうございます。いつも偉そうにしてるとめが、ヒーヒー言ってたので、すっきりしました。嫁子、何やってんの、やめな。びっくりするほどユートピア。びっくりするほどユートピア。ヒー。だ、旦那くん、嫁子がおかしくなっちゃう。びっくりするほどユートピアー。となってたので、とめは涙目。帰宅後、一応電話してみたのですが、私だと分かった瞬間、切られましたので、もう何も言ってこないでしょう。こちらも着信拒否済みですし。ちなみに、原案は旦那。なんでユートピアなのかと聞いたところ、昔に2ちゃんで見たネタだそうです。それでは七死に戻ります。ちなみにユートは奇跡です。